はい、シンです。はい、シンです。本日はですね、先日動画に登場してくれたリバー系ローライダーなんですが、実は起業してまして、ステッカー屋さんをやってるんですね。何も言ってないんですよ。何も言ってないんですけど、ご厚意でゲートステッカーのサンプルをオリジナルサイズで作ってくれたということなんでね、近所なんでね、ちょろっと見に行こうと思います。ステッカー作ろうと思っていて、サイズを変更したいなと思っていたんですね。今回リバー系が作ってくれたステッカーチェックさせてもらって、完成にブラッシュアップして近づけていけたらいいなと思っております。もしもし、聞こえますか？ラクーンの近く。あ、なんか聞いたことあるかもしれない。聞いたことがある。はい、あなたロコボーイなんじゃないの？ロコボーイ。リバー系のフットを走ってるよ今もうそっちに向かってるんですけど、多分、はい、15分遅くても20分以内には到着できると思います。うわ、嬉しいです。本当気をつけてきてください。もうそんなに焦んないで。ちょっと混んでるんでね、焦ることができない状態。もうステッカーが楽しみで。ワクワクしております。もともとステッカーサイズ変更をしたいなと思っていたんで、はい、アイディアのベースになる可能性もあるんで、自分の中で構想があったのですごく楽しみに、はい、今向かっております。本当ですか？そう言ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます、はい、ガレージの前に着いたら一回連絡します。はい、わ、はい、かりました。気をつけて来てください。お願いします。はい、お願いします。ピースアウト。はい、します。ピースアウトとか言ってカッコつけて言って、お願いしますとかって普通に言われちゃうちょっと恥ずかしいよね。さあ、リバー系の家へ向かっちゃいます。ここのオリジン弁当来たことある？もう近いよ。あと10分ぐらい。 3.1 キロ先。お持ち帰りコーヒー300円か。帰りに寄ってみようかな。これが最後のチャンス。見果てに夢の先、追い求めて恋てこわだち。流れる滲んだバックミラー、見慣れた はずの街。すげー近いな、リバー現地。相模原高校前。通ったな、ここも。昔、一緒に。さあ、相模原市の一等地。県内入ります。あともうちょいで到着。時飛ばし。もしもし。あ、シート持ってる。着きました？着きました。なんでわかったの？わかんないですけど、あの、ギアチェンジの音が聞こえたんで、多分、うちかなと思って。もしかしてそれって、セルシオ特有のカチンカチンカチンってやつ？まあ、そんな話はどうでもいいや、到着しました。はい、お願いします。リバー系、What's up?めちゃめちゃクオリティ高くないですか？あ、これゲートのカラーですよ。ちょっとラメってるんですかこれ？そうですね、うん、ちょっと、はい、これオリジナルのカラーじゃないですか？そうですね、ブラッドカラーで血の色なんですけど、はい、一応、はい、こっちの方が深くてかっこいいですね。光沢があって、やるねマジで。おお、やばい。こっちのサイズちょっと大きめだなと思ってて、あ、はいはい、実は変更したいと思ってたんですよ。教えてくれてたじゃないですか、数字で。そうです、ゴムボードっていうの。あ、そうですね、ゴムボード、はい、うん、なんとなくサイズ決めた感じ、うん、だったんで、車に貼ることを考えて決めてくれたんですよね。一応そうですね、うん、あ、でもこれはいいじゃん。やっぱゴールドはちょっとローライダーっぽくていいですね。そうですね、やっぱりこの辺が一番複雑ですか？ところですね、はい、うん、うわ、ありがとうございます。このサイズいいじゃん。後でちょっと先週にあてがってみよう。もう貼っちゃうと確実にあの車は真の車だってことになってしまうんで、座談会メンバーとかには貼ってほしいなと思ってるんですけど、僕自身はずっと片仮名貼ってないっていう。車自体がもう動画に出てるんで、ナンバーも公表しちゃってるからですよ。BBS の LM だ、あれだっつって。これ貼ってたらもう遠くから見えちゃいます。貼るときはもう逆切れですもう俺じゃいみたいなそういうことになります。いや、いいじゃないですか、ありがとうございます。これもしあれだったらメンバーで欲しい人に渡してみたりとか、誰かを喜ばすために使います。オリジナルのサイズと比べるとちょっと小ぶりな感じなんですけど、このぐらいがちょうどいいんじゃないかっていうふうに思ってました。あ、枠を 13cm130 で 10.4 の 3.4、はい、このぐらいかなっていう感じで。このステッカー作ってからもう5、6年経ってるんですけど、はい、最近になってやっぱりもうちょっとちっちゃい方が合うんじゃないかな、シャープなんじゃないかなとか思ってて、うん、特にね、白が人気なんですね。ナイスサンプルありがとうございます。ありがとうございます。来たよ、ニューゲートステッカー。
このぐらいの大きさいいですね、はい、ちょうどいいっていうか、なんかいいですね、ちょうどいいですね、うん、上に貼る人もいるんですけど、はい、だいたい世代はやっぱここですよね。シルバーにゴールドある、こういう感じなんですね。そうですね、あ、いいじゃないですか、どっか見えるな、見えます、はい、でもどうせ貼るんだったらこのぐらいか、従来のサイズだとこれなんですけど、やっぱこのぐらいのサイズの方が車がちょっとシャープに見えですね。そうですね、セダン界のグループの仲間にちょっと一回写真送ってみます。あ、わかりました。あとインスタにも載っけさせてください、はい、ちょうどこれ1個、あ、そうですね、あ、このぐらい違うんだ、はい、そう、みんなね、いつもね、これを貼ってくれてたんですよ。多分こっちのサイズの方が人気が出そうです。リバ系は私の方で作ったステッカーです。さっきのゴールドと同じ素材ですね。そうですね、同じ素材です。で、あそこの黄色いステッカーは、ね、あれちょっとデザイン違いますね。はい、あれはですね、私が見つけのローライダーショップ、うん、ブルーズっていうショップ、あの埼玉の、あ、そうです、はいはいはい、そこのステッカーをもらったステッカーですね。同じようなリバ系にオーダーしたら全然作れるし、作れちゃいます。そうですね、ゲートみたいに俺が作ったロゴなんですけど、はい、あれフォントって感じじゃなくてロゴって感じじゃないですか、はい、そうですね、デザインを、まあ、メールなりで投げて作っていただくこともできるし、例えばデザインとかもしたりはするんですか。言っていただければ作ることもできます、うん、ちなみにそのアウトローカークラブのクラーク、はい、そうですね、このデザインっていうのは誰がしたんですか。これは私の、まあ、要はローライダーカルチャーに精通したようなスタイルで、はい、そうですね、それが、まあ、はい、得意の分野っていう、はい、そうですね、おー、はい、熱い、得意です。そう、セダン界のステッカー、セダン車なのにローライダーっぽいステッカー作っちゃおうかな、かっこいいっすよね。そういうバージョンもいいですよね。そうです、うん、まあ、俺がやってる以上それも全然ありだと思うんですけど、はい、例えばこれステッカーじゃあ作ってもらいたいっていう人がいた場合どうすればいいですか。そうです、私のエレガンソーイングっていう、うん、あの会社があるんです。まあメールアドレスとかもあるんで、じゃあ動画概要欄の方に入れさせていただきます。はい、そう、もう今リバー系がチャンネルゲートの型も持ってるからねもう連絡したらチャンネルゲートのステッカー買えちゃうからねそうですね、俺の内緒で作れちゃうからね自分でもう1個作ってもらいましたじゃあ今後もちょっと何かあったら相談させてください。はい、もちろんです。仲間内にあのステッカーを見せつつ、はい、またいろいろと何かしらブラッシュアップする意見が出るかもしれないんで。そうですね。いや、でもステッカーのクオリティすごい高かった。あ、本当めっちゃ高かった。あ、うん、今まで結構いろんなところでステッカー作ってきたんですけど、はい、ちなみにこれ何年ぐらい持ってますこのステッカー。リアガラスっていうのはもう基本的にあんまり外したりとかしないんで、しないですね。5、6年は多分ずっと貼ってる。すげえ新品みたいじゃないですか。角も全然やれてないし。そうですね、当時はガレージに住む前はもう青空駐車場で、うん、はいはい、何年間か。そうです、何年間、はい、愛のこのさ丸とかがまず飛んでいくからねこれ洗車してれば、ね、まあ洗車するときちょっと気をつけてもらえば、このハイフンとかね。あ、そうですね、うん、はい、R の下のこの細いやつ、こういうのとかって飛びがちじゃないですか。そうですね、これだって本当にね、ちゃんとあるのとないのと違いますけど、違いますね、細かいですね仕事が。そうですね、かけちゃうとちょっとかっこ悪いんで、もう1ミリ以下ですからねこれ。そうですね、ステッカー厚みありますからね、結構厚み。そうですね、厚みがあると割と加工難しいじゃないですか、はい、薄いやつ。なかなかいい仕事ですね。ありがとうございます。まあクオリティっていうか、そのステッカーの素材はいいと思うんで、うん、で、持ちも長持ちすると。はい、そうですね。いや、ありがとうございます。やっべー、これと同じ素材でゲートステッカーゲットしたので、ゲートステッカーこのサイズだったんだけど、リバー系ローライダーがこのサイズでステッカーを3パターンご好意で作ってくれました。このね、サイズすごくセンスがいいんで、このまま行こうかなと思ってます。もし欲しい方がいたら YouTube、Instagram 両方でね告知しますんで、よろしくお願いします。リバー系ローライダーガレージハウスへお邪魔しました。いや、今日はねたまたまタイミングがあって急に行くことになったんですが、ゲートのステッカーなんと作ってくれていましてね。いやー、すげー熱かったっすよ。またね、リバー系ローライダーのチャンネルカスタムローライフ、もしよかったらね、ショート動画も撮ったかな、普通の動画も撮ったと思うんで、チェックしてくれたら嬉しいなと思います。ちょっとおふざけなおちらけた俺が見れると思います。お、ハイダイナーの近くだ。またハンバーガー食べに行きたいな。リバー系、今日は本当にありがとう。ゲートステッカーとてもねいい作りでした。すごいクオリティが高くて。神奈川県相模原市、東京出身の俺ですけど、何かとご縁の深くなってきた